レイチェルのオラサマランチ、イエーイ。はい、始まりました。この番組の MC、レイチェルこと広瀬玲奈です。はい、私レイチェルバンドでおなじみの河野ギタリスト深夜です。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、この番組が噛んじゃった、初めから噛んじゃって、はい、この番組はユーストリームを使って全世界にお届けするオンライン番組です。はい、音楽についてですね、その話ですとか、はい、あとはですね、このギターの話ですね、そういう話も含めて生で音楽を楽しむ1時間番組になっております。はい、音が出ております。はい、僕からね、今日こういうテンションで始まりましたけど、じゃあなんかもう昨日私チャットやってたんですけど、はい、なんかこんな感じでファンの方と会話するやつ、はい、それでなんかもうテンション上がってたのと、はい、なんかフル回転しちゃって、ね、はい、うん、空回りしちゃって、空回りしてる。もうなんか始まる前から絶対こうなるなってちょっと思っちゃったから、なるなって言いながらやっぱり感じちゃった。今日はですね、こういうテンションでお送りします。はい、お送りします。はい、どんどん、ね、チャットのとかね、ソーシャルストリームの方もどんどん書き込み待ってますんで、はい、早速ね、あのしんちゃんさんがね、はい、あのナウ、もう一人の花嫁ナウ、こんにちは、しんちゃんですって書き込んでくれました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どんどん書き込んでくださいね。はい、ちゃんとツイッターから、はい、待ってますんで、はい、ということで、まあね、先週からまた1週間経ちましたけど、はい、先週から1週間結構レイチェルは忙しかったんじゃないですか。そうですね、だいぶなんかいろんなことが ありました。もうなんかいろいろありすぎて、ね、なんかお父様ランチが長く感じました、うん、あ、今日の放送が、はい、2週間ぐらい空いた気分で。そんなやつは1週間だよね。そんなに忙しかったんだよね。そうなんですよ。 DVD 発売したのかな。そうです、ね、まず DVD イベントの前に撮影会がありまして、でその撮影会も、まあ、1日みんなとね撮影会やって、はい、でもその次の日ですよ、すぐ次の日に、はい、DVD イベントもやって、まあ、そこで撮影会もちょこっとやって、はい、で昨日チャットもやって、うん、お前大忙しい、大忙しちゃった、うん、実際にね、まあ、見てる今チャッターさんでレイチェルの DVD 買ったよとか、あのね、イベント行きましたっていう人いますかね。いるかな。はい、なんかでも盛り上がって結構、うん、本当、はい、そこは、ね、歌とか歌わなかった。歌は歌ってないです。歌ってないんだ。いやでも昨日は歌いました、うん、昨日はチャットで歌は歌ったんですけど。あ、なんかお父様ランチのこととか聞かれた。あ、聞かれました。なんかいろいろ歌ってほしい曲があれば歌って、うん、あの言ってくれれば歌うしみたいなこと言ったら、あ、いいですね。はい、なんかね、結構来ましたよ、いろんなの。どんなリクエストがあるんですか。ね、花水木歌ってほしいって言われました。花水木花水木ってすごく結構難しい。難しい、そうなんですよ。あの、人とようさんですよね。あれ歌ってほしいって、はい、でめっちゃ難しいじゃんって言って。いや、やろうと思えばできるんじゃないですか。まあ、やろうと思えばできますけど、うん、っていう話をね、こうしたりとか、はい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 、まあ、DVD イベントでは歌は歌わなかったんですけど、うん、なんか今年の目標みたいなのを司会の人に聞かれて、なんて答えた。あの、武道館ライブとか。いや、そこまで言ってないですけど、うん、自分のね、オリジナル曲だけのライブをやりたいってちょっと宣言してきちゃったので。おー、宣言したか、はい、いいじゃん、宣言したの。もう、ゆくゆくは、はい、もう、あの、それね、グラビアじゃなくて、うん、もうライブ DVD みたいなね。あ、いいですね。それの発売イベントみたいなやつ、そしたら俺も参加できるからさ。参加したかったんですか。いや、まあちょっとね、興味あったんだけど、さすがにちょっとなんかね、まああれだったんですけどね、うん、まあ実際にやっぱライブ DVD になったら、もう僕もちゃんと、しかもそこで生演奏もしようかな。あ、いいですね。あ、でもアーティストの人でいないですよね、多分ライブ DVD をのイベントみたいな。そうそうそう、なかなかね、まあそれ売っても実際にライブをそこで、うん、インストアライブみたいな形でするのはなかなかないと思うんで、うん、そういうのもね、やっていけたらと思います。楽しそうですね、はい、そしたら。いやいや、イングル…イナフって書いてある。イナフ、どうしたの。しんちゃんさん、はい、しんちゃんさん、どうしたの。イナフってすごい、十分って書いてあるけど。なんだろう、曲名とかじゃないですかね。曲名かわからないですね。どうなんだろう。いきなりね、英語かっこいいですけど、はい、あ、そうだ、昨日チャットしてた時に、うん、ファンの方が、はい、もう4月でインドネシアの方に3年間仕事で行ってしまうって言って、マジですか、はい、だから、うん、ちょっとその前にね、うん、なんか一曲でもオリジナルをお父様ランチででもそうだね、まあ、もしねこう見てるんだったらなんかね、こういうリクエストとかね、うん、なんか最後こう送る言葉とか、うん、送る言葉その人に向けてオリジナルでなんか歌ったりとかも。寂しくなっちゃいますね、それ。だけどあれでしょ、別にその行ってもこの番組は見れるじゃないですか。見れますね、全世界ですね。あ、じゃあもうその時にね、チャットとしてもう参加してもらうってことで。参加してもらって。あ、そうかそうか。でもなんか3年間行くらしくて、長いですね、はい、3年後には、まあ、帰ってきたらレイチェルはビッグになってるよねって言われちゃったので。いや、もうそれはうんと、うん、
まあ、あのもうね、武道館ライブとかやってると思うよって言っときましたよ。いやでもその夢を大きく出るのはね、すごい素晴らしいことなんで大事だと思いますよ。ね、それもね、現実に叶えて、それ僕もそれでね、あのこれから本格的にね、そのレイチェルと、まあ、なんかそういう音楽活動をやるにあたって、僕もちゃんとやらなきゃと思いまして、うん、まあ、これみどりちゃんですけど、もう一本の、はい、ギターをですね、今ちゃんと修理してきまして、はいはいはい、ちゃんと使える状態にしたんですよ、うん、で、ね、もう一本の金色の金太郎くんっていう金太郎くんね、前回も話したけどね、はい、話しました、まだ見たことないかな、すごいダサい名前のね、ダサくねえよダサいよ、めちゃくちゃいいわ、めっちゃダサいよ、多分来週のおつさまランチに多分僕持ってくると思うんですけど、はいはい、多分それ見た瞬間に多分レイジョルも金太郎くんってこう名付けたら多分あれが分かると思います、理由が分かるっていう、金太郎くんって、うん、全然可愛くないし、可愛いってめちゃくちゃ可愛い、ひょうたんみたいな形してるけど、ひょうたん全然可愛い、レスポールなんだけどね、すごいあのいい音するんですよ。なるほど、ね、で僕はねこのギター、あのやる前にずっと8年ぐらい使ってたギターで、うんうん、でこれまあ、あ今操作ミス来ました、レイチェルの DVD 買いましたよ、しんちゃんさんが、しんちゃんさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、こういうふうに書き込みもいっぱい、はい、なんか木曜日はね結構いろんな人が先週もね書き込んでくれて、来てくれて楽しかったですね、はいはい、今週もぜひぜひ待ってますんで、はい、はい、げんこつさん、あ、げんこつさん、げんこつさんダサくないよダサいですよね、多分ね、あの来週ギター持ってきた時にげんこつさんも多分金太郎という名前しかこれはないなっていうふうに思います、うそ、ほんとほんと、もうちょっといい名前あると思いますけどね、じゃ あ, あのもしいい名前あったら募集します、あ、ほんとそんなあっさり変えちゃう感じですかまあこれはもうみどりちゃんはこれ決定なんではい、はい、もう一本の金太郎くんは、まあ、もしあったら可愛 い名前があれば、内山さん、あ、内山さん入ってくれましたかね、こんにち は, にちは、あの今日も授業中かなありがとうございます、いつもありがとうございます、いつもいつも、はい、内山さんはなんか前回当たったみたいで、あ、そうなんですね、はい、なんかね、ブログとかでもね、当たったってすごい嬉しい感じで、はいはい、書いてました、すごい嬉しかったです、嬉しかったですね、ああいう風にちゃんと届いてるんだと思って、はい、今週もね、あの実際にやります、はい、今週もシータタやるんですが、ですが、しかもあのね、今週はすごいですよ、そう、あの今まではね、あの写真2人のね、あの写真でしたけど、今週はなんと特別なちょっと違うスペシャルの、ね、はい、プレゼントを用意してますん でお楽しみに、これはもうみんな参加するしかないですよ、はい、はい、これ生放送で見てる人しか当てられないので、はい、これはぜひぜひあの後のシータタのコーナー皆さん楽しみに見ててくださいね、はい、はい、それでこれはね今日でしかね当たらないんです、手に入らない、手に入らないんです、なので要チェックしてください、はい、要チェックです、ね、それでまあ、あの、まあ、金太郎くんも戻ってきたっていうことで、はいはい、今ね曲作りをね、最近始めましてね、うん、ちょくちょくお邪魔したりしてるんですけど、あ、ピロキチさんこんにちは、あ、ピロキチさんこんにちは、はい、ありがとうございます、ピロキチさん初めてですかね、初めてですかね、はい、美味しそうな名前美味しそうな名前、ピロシキニっぽいってね、それかなそれかな違うだろう、ね、それから名付けたのかわからないけど、絶対違うと思いますけど、はい、初めましてだったらね、もうこの番組今日13時まで生放送してますんで、はい、ぜひぜひ参加してください、チャット募集してます、はい、ということでね、それでまあ今番組のことです、まああの曲を作ってるんですけど、どうですか、はい、曲作りの方は、曲作りはですね、やっぱ難しいですけど、難しい、でも最近私やっぱり鼻歌で曲を作ります、よく、おー、はい、どういう時に浮かびますか、お風呂入ってる時、あ、やっぱりお風呂入って、あのね僕もそうなんですよ、いやでもお風呂入ってる時って携帯使えないじゃないですか、だからあのねあるんですよ、え、あるんですか、あのね最近かどうかわからないですけど、実際にお風呂の中でも、うん、あ、実際にお風呂に入れることはできないけど、うん、まあ、そのちょっと水に塗っても大丈夫なような防水ケースみたいなの売ってるんですよ、え、 iPhone のですか、 iPhone ちゃんとそういうスマートフォン対応のやつがあって、すごい初めて知った、それでね僕が、うん、あ、しんちゃんさんが、ダミーヤンキース、ハイナフって曲知ってますか、おすすめです、うん、知ってますか、僕知らないですね、え、すごい、なんかいっぱい知ってます、いつもね、しんちゃんさんおすすめの楽曲を、はい、結構メタル系とかね、はい、多いんですけど、教えてくれますね、はい、ありがとうございます、僕も大好きなんで、はい、ぜひぜひ聴いてみます、はい、ありがとうございます、はい、それでね、実際にね、この、おつさまランチもそうだったんですけど、実際にこの TV ライブオンラインの、そのなんかイベントが、うん、スペシャル番組みたいなのがあって、はい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 、それで僕実際行ったんですよ、でその時に、なんか叩いてかぶってじゃんけんポンがなんかのコーナーでなんか勝ったら優勝したらその防水ケースをもらえるっていうやつで、僕おつさまランジ代表で、はい、行ったんですよ、やってたんですか、で僕結構、まあ、番組出てましたよね、十何番組出てて、はい、準決勝まで行ったんですよ、嘘そんなに活躍した
ですか。してましたよ。それ聞くってことは見てないのお前。見てないですよ。見てなかった。仕事中ですもん、その時。いやけどね、レイチェルがいないってことで僕も一人で頑張ってきたんですけど、はい、あともうちょっとってところで破れちゃったんですよ。ダメだったんですか。あのレイチェルよりも年下の女の子に負けました。ダメじゃん。すっごい欲しかったんですけどね。もったいない、そこまで頑張ったのに。それがあればあの実際にお風呂の中でも iPhone 使えるんで、実際にちょっと鼻歌とかでもね、あのお風呂の中でできますよ。めっちゃエコーかかりますけどね。あ、防水ケース iPhone も売ってます。あ、げんこつさんね、そうなんですよ。防水ケース iPhone の防水ケースかね。すごい、いいな、欲しい。私お風呂で結構携帯いじりたい人で。あ、わかりますわかります。だって昔は、うん、あの携帯防水携帯が流行ってたっていうか、流行ってました、ね、始めた時に、もう私は絶対防水の何携帯が欲しいと思って、うん、それを先に探しましたもん。けど実際には買わなかったんですか。実際買ってないんですけど。でも本当にそれぐらい防水が憧れでした、ずっと。いやけどね、確かにあのお風呂とかでああいうリラックスしてる時に曲って浮かんでくることが多くてですね、うん、あ、アッキーさんが、アッキーさん、女の子に会えお父様。そうなんですよ。僕もね、もう結構ね、うん、最初本気出したんですけど、うん、あの本気でやったらちょっと周りからちょっと白い目で見られて、はいはいはい、ちょっと何女の子相手に本気出してんだよみたいな感じで見られたから、ちょっと手加減していったら、まあちょっと負けだったって感じ。なるほどね、うん、まあ、優しさで負けた感じですね。そうですよ、僕の優しさですよ。まあでもそこはちょっと取りに行かないと、うん、いやそれでもし勝ったらレイチェルにあげようと思ってたんですよ本当は。いや絶対嘘でしょ。絶対嘘で。いや本当ですよ、今だからこうやって言えるけど。いやなんですよ、さっき優しさとか言っときながらなんで俺をけなしたの今。いやいやいや絶対思ってないもんだって。いや本当にその番組で優勝したらどうしますかって聞いて、だって俺今めっちゃ欲しいって言ってたよ。いや欲しかったけど、あのお父様ランチでやっぱ音楽番組だからこういうの手に入れてレイチェルにあげたいと思いますっていう人に言ったんですよ僕。え本当ですか。本当ですよ。あの見てください、後で番組チェックしよう、チェックしてください。それであげますって言ってまんまげちゃったんですけど、うんうん、だけどそういうのもねぜひ あるんで、これもう買おうかな。私も欲しい。それいくらぐらいするんだろう。結構ねそれ3000円ぐらいしたかね、うん、え高っ。高い、高いですね。で意外に高いんですね。けどいい、よくない？3000円で、まあまあ、お風呂の中で使えるんですよ。そうですね、まあいいと思うんですけど、私的にはめっちゃ高いです、うん、高いですか。あのね、それだったら、もしそれがなくてもできるんですよ。え、なんですか。あのジップロックってあるじゃないですか、はい、それ危ないでしょ、絶対。いやいや、ほんとほんと、ジップロックのあんなのに iPhone 入れて、うん、で、あの細いストローを刺すんですよ、はいはい、で、ストローの差し込み口までとりあえず閉じて、閉じたら分かった、吸うんですか。あ、そうだ、今日の放送そうですよ。あ、そうだ、アッキーさん20回目お知らせしてありがとうございます。そうなんですよ、今日の放送20回目なんです。そう、祝20回なんかすごいすごい、そう、アッキーさんが言ってくれなかったら分かんなかった。いや、そうだそう、確かに20回目だ、はい、そうなんですよね、僕も毎週一生懸命やってたら忘れてましたね。ね、忘れちゃった、はい、もう皆さんのおかげで20回迎えられました、はい、ありがとうございます。はい、ということでもうあの100回目指すぐらいの勢いで、はい、もうどんどんいきますよ。あ、はじめまして、はん、花木さん、ありがとうございます、はじめまして。あ、昨日もチャット来てくれて、そして足立さんも今日も頑張れイチョルですって来てます、ありがとうございます。足立さん、ありがとうございます。はい、ね、パナキさん初めてですか。あ、こういうね、はい、生でやってます音楽番組はですね、はい、はい、ぜひぜひあのコメントお願いします。お父さん話グッズとして売り出そう。お、いいね、あのそれいいんじゃないですか。ジップロックですか。ジップロック誰も買わないって。いや本当にね、ジップロックを入れてストローを入れて、はい、で、あのストローをこう吸うんですよ、はい、吸ったらあの真空になるじゃないですか、はい、で真空になったところでひょいっと抜いてあのジップロックをこう完全に閉じると、はい、もうそれであのくっついてちゃんと指紋認証できるのになってるんですよ、ね、あそこ操作できる。そう、操作できるんですよ本当で、テレビでやってて、それで、はいはい、でこれだったらお風呂に入れても大丈夫、はい、それもし3000円高いんであればジップロックを買ってきてストロー買ってきてそれないでしょう。いやけどだってしょうがないじゃんそれ。まあ、まあじゃあそれはやってみますよ。、はい、3000円ぐらいなら私買えますか、ね、買えますジップロックよりかはいいやん。ジップロックよりかね、げんこつさん20回目、 ありがとうございます。祝20回、祝20回ありがとうございます。そうですね、なんかあっという間でしたね。考えたらあっという間でした。8月でしたっけこの番組はスタートしたのね。そうですね、もう半年ぐらい経ちましたね、うん、いや早い早い、そう考えると早いですね。早いですね。そう、なんかそう考えると1年もあっという間なんじゃないかなっていう、うんうん、まあけど1年後、まあその1年目、うん、あの祝1年の時はもっとこれね、チャッターの書き込みがもっとそうですね、わーっと増えてね、いろいろのコーナーも充実していろんなコーナーもやれたらなって
持ってますんで、はい、皆さんよろしくお願いします。これからもね、よろしくお願いします、はい、ということでね、まあ皆さん、どの書き込み来ましたけど、はい、今日どうしますかね、しだた先にやりますかね、それも僕のコーナー行きます、やりますか、みんなからの意見で決めます、決めますか、もうちょっと待ってみますか、え、もうやっていいんじゃないですかもうなんかちょっとそこら辺ためらいますけど、そう、じゃあいいですよ、深夜さんからで、じゃあ僕の方からで、じゃあ僕の聞かずに死ねるかコーナーを先にやっちゃいますかね、はい、はい、じゃあ今日の、おまた来ましたね、醤油ラーメンさん、おお、お久しぶりです、ありがとうございます、めっちゃ久しぶりですね、久しぶりですね、嬉しい、もうね、はい、昨日来てくれるって言ってくれたから信じてましたよ、信じてましたか、はい、お久しぶりです、深夜です、はい、深夜さんね、醤油ラーメンさんも久しく見てる間になんかちょっとコーナーも変わったんで、はい、初参加のコーナーもあるんじゃないですかね、そうです、後でねゲームのコーナーもあって、はい、正解するとプレゼントが、はい、今日は豪華な、はいはい、プレゼントが待ってますんで、はい、そして久しぶりの深夜さんはもじゃもじゃ頭なので、いや僕いつももじゃもじゃですよいや醤油ラーメンさん久しぶりだから、あ、そうですね、これ僕テンパじゃないんで、はい、これちゃんとパーマでおしゃれパーマですよいやいやいや、はい、間違えないくださいね、おしゃれじゃないし、はい、書き込みありがとうございます、いっぱい、あ、視聴はしてましたよ、醤油ラーメンさん、あ、そうなんですね、ありがとうございます、じゃあ一緒に今日はクイズ参加しましょう、はい、はい、ということでね、今日は先に、僕の聞かずに死ねるかコーナーなんですけど、はい、今日ご紹介するのはですね、うん、まあ先々週がエリック・クラプトン、はい、そしてですね、先週がジミー・ペイジだということで、うん、もうお分かりですね、次の今日の紹介する人はジャン、こちら、お、ジェフ・ベック、ジェフ・ベックはい、これはレイチェルさん知ってますか、これは知ってますよ、これはもうね、さっき言った2人と同じ、世界三大ギタリストの一人と言われてまして、うん、はい、まあもう言ったらですね、この人多分ギターその3人の中では一番多分才能的には天才かもしれないっていうぐらいすごい人です、これ実際ソロのアルバムなんですけどね、はい、実際エリック・クラプトンとジミー・ペイジってみんなヤードバーズっていうね、バンドにいまして、うんうん、実際にこのジェフ・ベックはですね2代目のギタリストだったんですよ、はい、ジミー・ペイジにその紹介されて、まあ、このヤードバーズに2代目で入ったんですよね、でそれで実際にはですねこの、まあ、途中で脱退するんですけど、うん、その時にですねジミー・ペイジがですねヤードバーズにベーシストとして加入してて、はいはい、で当時はベーシストをやった後にジミー・ペイジがまたギタリストに戻って、うん、一時期ジェフ・ベックとジミー・ペイジが一緒にツインギターやってたんですよ、ね、おーすごい、そういうすごい時代も、はい、あって、まあ、その後すぐジェフ・ベックは、まあ、辞めちゃったんですけど、うん、まあ、その後にですねいろいろ、まあ、ソロとして活躍するんですけど、特に今日紹介するこのワイヤード、これは本当にすごい、何がすごいってもまあ他のギタリストと違うんですけどね、うん、このジャズのアプローチがちょっと普通の人と違うんですよ、うん、今フュージョンっていうジャンルが1個聞いたことある、聞いたことあります、はい、フュージョンっていうジャンルがありまして、まあ、そのフュージョンっていうジャンルを確立したのが多分このジェフ・ベックっていう人なんですよね、今までそのロックはロック、ジャズはジャズっていう分かれてたんですけど、うん、ロックなところにジャズの要素を取り入れちゃって、うん、そこから新しいものを生み出したのがジェフ・ベックって人なんですよ、なるほど、はい、合体させちゃった感じですね、合体させちゃった感じなんです、だから結構ね、チャットの皆さんも知ってるんじゃないですか、ジェフ・ベック、すごい、みんな知ってるかな、はい、回転するギターを持ってるのはやっぱりガクトだ、回転するギター、回転するギターなんかあるんですか、そんなあんの、僕初めて知りました、回転する、どこが、どこが回転するんですか、これがすごいな、それはギター回しってのあるけどね、ギター回しじゃなくてギターが回転するんですか、うん、あんの、わかんないだけどね、しんちゃんさんが、はい、980円で防水スピーカーのがありますって安いな、安いですね、3000円より全然安いじゃないですか、ジップロックよりいいか、ジップロックよりかいいか、いいですよ、はい、ジップロック、でそうジップロックはもういいですからね、ジップロックはいいですか、はい、でこのジェフ・ベックさんなんですけど、はい、僕ねギターまあ、うんうん、今こうギター弾いてますけど、うん、まあこの人ねいろんな奏法を編み出したことですごい有名なんですよ、うんうん、よくギターでさこうやってこういう、あ、ありますね、あれあるじゃないですか、もうロックみたいなかっこいいギューンって、うん、これやったのもこれジェフ・ベックさん、あ、そうなんですか、この人が最初にやったんですね、そう、あとはこういう、こういうなんか、うんうんうん、実際に弦を弾いた時にボリュームゼロにして弾いてからこうボリュームを上げるっていうボリューム奏法って、これまたギターのテクニックの中ではすごい有名なテクニックなんですけど、うんうん、はいはい、これを使ってその技を編み出したのもこのジェフ・ベックなんですよ、へー、すごい、もうギターの限界をいろいろ探ってる、はいはい、もうこの人ね実際もう70歳なんですよね、え、今ですか、そう、すごい、今で70歳、おじいちゃんですよ、おじいちゃん、おじいちゃんなのにいまだにもうそのギターのその可能性を追求してるっていう、うん、
そういう意味では僕いつもね、初めまして、高校のギタリストシアンですって言ってますけど、うん、この人こそが高校のギタリストです。なるほど。もうこの人ね、本当バンドとかも、まあ、やってもあんまりその続かないっていうか、はいはい、なかなか本当にバンドやってもそう、ソロとしてもやっぱり有名になっちゃうんで、そういう意味ではね、こうこの人を聞いてやっぱり何て言うんですかね、他のギタリストとはやっぱ真似できないっていうような、はい、僕もコピーしたことあるんですけど、あ、フュージョンってドラゴンボールかって、あ、けど意味は同じですよ。一緒ですね。そう、混ぜ合うってことですから、うん、そう、そういうロックとジャズっていうのを混ぜた人はこの人、あ、うん、新しいジャンルですねっていう。そう、新しいジャンル、私たちも作っちゃいます。どんなジャンル作ります？どうします？もしレイチェルがそういうなんか新しいジャンル作りたいってなって、何混ぜたいですか？難しい質問ですね。じゃあ、なんだろうな、ギター持ちながら踊るとか、うん、それみんなそうなんじゃない？あ、そっか。ギター持ちながら踊るって何？あ、なんかダンス。ダンス、うん、弾きながら、はい、難しくない？だからそういうことですよね。でも、まあ、逆に言ったらね、新しい、まあ、そういうなんかアクロバティックなダンスとギターを組み合わせようってことでしょ？そう。できる？できない。なんかフラフップ首で回しながらギターそれなんかさ、あの新しいジャンルっていうかはなんかスゴ技集みたいな、確かに達人技みたいな感じで面白半分でやってるやつでしょ、うん、だって思い浮かばないんだもん。思い浮かばない。確かに神って言われちゃった。神っていう。確かに神です。そんなことできたら。ああ、けど確かにね、僕もあ、なんかね、新しい2人でなんか曲をやるんだったら、うん、ちょっとなんか違った側面からもなんかやりたいねっていう話もしててね、うん、逆にあのチャッターとかね、皆さんね、うちらがもしなんかこういう、まあ、レイチェルのイメージもあると思いますけど、うん、曲やってたらどういうイメージ湧きますかね。どういう曲をやってるようなイメージって皆さんも聞きたい。ポップスなのか、ポップスなのかハードロックなのか、そう、皆さんどういうイメージを、ね、こう抱いてるのかなって。そう、それも知りたいですね。すごい知りたいですよね。みんなからのどういう思われてるのかな。ギターを改造する？あ、そう、それもそうだ。ギターも改造するっていう。あ、確かにね。あの、やっぱりね、ギターマニア、この人もすごいギターマニアで、うん、まあ、いっぱいいろいろ改造してるんですけど、改造しだすとね、この中の回路とかも変えたりして、うん、自分の好みの音とかに作ったりするんですよね。すごいですよね。そういうのもなんか自分でやれるのが。で、実際にね、あの、今日はもう持ってきてないかもしれないけど、あのレイチェルの、 あのギータンありますよね。はい、ギータンあります、あります。あれ知ってますか？持ってきてますよ。持ってきてない。持ってきてるんですけど。あ、持ってきてるけど、あの、向こうでね、そう、ちょっとくつろいでます。くつろいでる。早く来て。ギータンくつろぎ中。あのね、はい、ギータン知ってますか？あれパーツ、うん、あの、こうなんていうんですかね、仕様がですね、ギターの仕様、はい、あ、ギータン来た。到着しましたね。ギータン到着しました。今日なぜジェフベックを紹介したかっていうのもこれなんですよ。ギータン、はい、実際にジェフベックが使ってるギターの仕様とほとんど同じモデルなんです、これは。はいはいはい。全然知らないで使ってる。知らない。どこですか？ネックとかもそうですかね。はい、あのネックもそうですし、ナットもそうですけど、こういうある、このナット見たことありますか？なかなかこれ珍しいんですよ。普通はね、あの、こういう僕のナットもそうですけど、まあ、牛骨、ナットだったりとかプラスチックだったりするんですけど、そう、違いますね。これ今気づきました。はい、これはギータンはね、これ違うんですよ、ナットも。こういうところもね、あのジェフベックの仕様と同じ。このナットが変わることでもう音が変わるんですよね。うん、なるほどね。で、これ実際今日はついてないけど、あとこうブリッジもそうだし、あのアームもつけたらね、はい、あ、そうなんですよ、これアーム違うんですよ。そう、ジェフベックがストラトキャスター使ってるの何でか知ってます？なんですか？アームがついてるから、それだけなんですよ。あ、そうなんですか？そうアーミングっていう技で、はいはい、あ、そう、ジェフベックそのアームでこういろいろやるんですけど、うん、その技を編み出したのもこのジェフベックなんですよね。弾きながらこう、うん、アームで音程を変えてっていう、はいはいはい、で、そのアームがついてるから、まあ、ストラトキャスターを使ってるっていう、そのストラトキャスターと仕様が同じなのがこのギータンなんですよね。じゃあギータンすごいですね。すごいです。もうなんかポップとロックですねって、あ、うっちゃまさんが、はい、多分イメージかな、ポップとロック、うん、で感じ。醤油ラーメンさん、ギター弦の太さってみんな一緒ですか？多分違うんですよね。はい、弦の太さも違います。あ、弦の太さはね、はい、自分で、実際はね、あのレギュラーっていう、まあ、いろんな種類があって、うん、僕が使ってるのはレギュラーゲージっていうゲージで、うん、もっと太くなるともうベースの弦ぐらい太いギターを、うん、弦をギターに貼っている人がいますね。はい、います。なんかレイトルのは多分結構ライトゲージかな。はい、私は細いやつを使ってます、はい、だから、あの、ショイラ、あ、アッキーさんもギターギータンすごいって言ってますけど、おー、ギータンすごいんですよ、はい、もしなんかね、ギター始めて、あの、なんかもしちょっと最初弾きづらいなと思ったら、うん、ライトゲージっていうちょっと細めの弦を貼ってもらえたらですね、うん、そう、これを私の使ってるやつが細い、一番細いやつなんですけど、うんうんうん、すごい弾きやすいです、ね、そう、あの、ライトゲージだとね、結構弾きやすいんで、
こう太いゲージにすると押さえづらいんですよね。そう、ちょっと指で押さえづらい。そう、指がちょっと押さえづらいんで、ちょっと握力自信ないなっていう人は最初ライトゲージから貼って引いてみるのもいいんじゃないですかね。はい、ただ切れやすいので、うん、そうなんですよ、気をつけてください。ちょっと力が弱いんで、ガシャガシャガシャって引いちゃうとパチンって切ります。そうなんです、はい、そういうところもね、あのちょっと注意してもらえば、はい、あ、太い方が深い音が出そうな感じが確かに、はいはいはい、あのまあ、太いほど、あの弦の方がやっぱり音も太くなるし音も丸くなるし、だからもしなんかヘビーロックとかちょっと重い曲やりたいなって思ったら弦を太くするのは、そうですね、はい、なんかでも抑えづらいを、うん、抑えやすいのを優先するか、うん、自分の好きな音を優先するか、うん、そうなんですよね。やっぱりギターの弦が細いと好みの音が出ないっていう場合もあるから、あるからやっぱりそういう子はみんな好みですね。そうですね、はい、あ、書き込みもいっぱいヘッドバンしながら、ね、あ、なんかいっぱい来てますね。アダッチさん新しいジャンルですね。はい、パナキさん斬新ですね。まあ斬新ですよね。で、D なんだろう、D あ、エア、あ、読めない読めない。ギターに電気ドリルで弾くって書いてありますけど、え、怖くないですかそれ。結構普通ですよ。え、本当ですか。はい、僕の好きなミスタービッグっていうバンドはあるんですけど、はい、それはタイトルにドリルソングって書いてある曲があって、はい、ギターソロの最後に、はい、電気ドリルの先っぽにピックをつけて、はい、そうするとものすごい速さで回転するじゃないですか、はい、それを当てて、その普通じゃ聞けないようなそういうなんか電気ドリル奏法みたいなのを編み出した人もいますよ。すごいですね。そうそうそう、それで電気ドリルのモーターをこのピックアップにやると、はい、そのモーターの音がこう信号で拾って、はい、ウィーンってすごい音がするんですよ、はい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 、そういう効果音もそういうロックの中に取り入れてるっていう人もいますし、かっこいいですけど元気出そうですね。それ結構ね、使い道を誤ると痛いことになりますからですよね。気をつけてください。気をつけてください、はい、そういうのもありますね、うん、ヘッドバンしながら。アマッチさんは、はい、ポップスのイメージがあります。あ、やっぱりポップスかな。やっぱイメージなんですね。逆にね、レイチェルがそのポップスのイメージを覆してめっちゃロックをやったらどうなんですかね。そう、どうなんだろう。みんなそれはどう思うのか知りたいです。あ、ポール・ギルバート、そうですよ。ポール・ギルバート。はい、ポール・ギルバートっていうミスター・ビッグのそのギタリストは、あのギターだけじゃなくてベースもその先っぽにドリルにピックつけてやってるんですよ。ベースでやったら大変です。皆さんだからね、ダディ・ブラザー・ラバー・リトル・ボーイっていうミスター・ビッグのそう一番有名な曲なんですけど、うん、それよかったら YouTube でね検索してみて、ライブ映像とかあると必ずそこでドリルソングってドリルやってますから。おー、それ見たいですね、はい、ぜひ見てください。面白いですよ。ぜひ見てください。ギターに穴開けそうですね。やろうと思えば多分穴開けますドリルでねそうそう、それぐらい結構危ない技なんで、あんま真似しない方がいいかもしれないですね。はい、はい、気をつけてください。気をつけてください。はい、それでまあ、そうね、今日の主要のギータン の, そのジフベックっていうモデルね、うん、だからこれ実際ね、まあ、レイチェルもねジフベックちょっとコピーしてみたらどうですかね。ああ、いいかもしれないですね。多分同じ仕様だから、はい、ある程度同じ音は出ると思うんですよ。はいはい、じゃあいい音が出るってことですね、うん、今日ジフベックはね、この人ピック使わないんですよ。え、指ですか。全部指で弾いちゃうんです。なるほど、すごい。それはだからすごい微妙なニュアンスをこの人出すのすごい上手いんで、うん、はい、復元、あ、コピー不可能って言われてるんですよね、うん、結構 やろうとしても、はい、だけどそれをコピーしたらかっこよくないですか。かっこいいと思いますよ。やばいですね。スーパーギタリストレイチェルになりますよ。やりましょうか。だってせっかくねこんないいギター持ってるんですから、はい、僕も欲しいぐらいですよこのギター。あ、いや、あげませんよ。いやいやギターは絶対あげません。あげない。あなたにはみどりちゃんがいる。そうですねさっきからさっきからすごいねこんな風に抱きかけてるからこうじゃないこうだけど、はい、いやこれはねちょっと深夜さんに気を使ってここ当たっちゃうかなと思って。ありがとうございますね。僕の顔が見切れるってことですか。そうですよ。 ありがとうございます、はい、本当すいませんね。なんか、うん、あ、レイチェル のロック見たいです。ほらみんな言ってるじゃないですか。じゃあロックパナクさんがね初めましてですけど、はい、ロックしちゃいますか。じゃあでもね、あ、そうで実際にこのジフベック、うん、すごいのがジフベックってそんだけ、まあ、すごいすごいって言われてるのに、うん、まあ、その実際にバックバンドいつもいるんですけどね、うんうん、バックバンドのベーシストを見たことありますか。ないです。レイチェルと同じぐらいの年の子なんですよ。え、そうなんですか。女の子19歳。そう、それぐらいの。え、片やすごいねギター仙人みたいな人でドラムももうすごい天才的なドラマーがやってるのに、ベースはレイチェルと同じぐらいの子がベース弾いてるんですよ今。え、かっこいいですね。そう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 。実際にそれでね、ブルーノートとかでも演奏してるし、はいはい、ぜひ見た方がいいと思いますよ。刺激受けると思います。ですね、同世代の子がそんだけやってますから。でもなんかすごいショック受けそうです。ショックなんでこんなにも違うんだろうって思って。逆にね、若すぎるから、うん、ジェフベックのすごさ知らないんじゃないかなっていう、うん、だからもうなんかすごいヨーヨーと弾いてるんで、うん、だからまあ実際、まあ、レイチェルもねその映像見たら
私も負けたくない、まあ向こうはベースですけど、ちょっと見た方がいいんじゃないですか、ね、はい、ちょっと見てみます。多分びっくりしますよ、うまくて、はい、うますぎて、見てみよう、はい、あ、金太郎とギターのコラボ、げんこつさん来週は多分そうなると思います。はい、金太郎くんを楽しみにしててください、はいはい、持ってきますんで、はい、金太郎くんは戻ってきましたか、はい、戻ってきました。で次ね、多分、はい、指の皮を強くしないと、はい、そう、なんかね、あれなんですよ、指紋がだんだんなくなっていくという、それはいいことですよ、いいことですか、はい、もうそれ練習していくとだんだん指紋なくなるので、うん、その指の先が硬くなるんですよ、そう、硬くなってくるんですよ、ね、それはすごいいい証拠なんで、それ練習熱心な証拠ですよ、おお、やった、はい、このまま頑張りましょう、頑張りますね、はい、ということで、せっかく、まあ、ギターし、あ、ジェフベック仕様のギターなんで、はいはい、これからもジェフベック頑張ってください、はい、頑張ります、はい、ということで今日ご紹介したのはジェフベックです。そしておすすめはワイヤード、はい、これも名盤ですから皆さん、はい、ぜひ1枚買って聴いてみましょう、はいはい、新しいフュージョンというジャンルを確立した人です。ということで今日の紹介者はジェフ・ベックでした、はい、はい、ということで聞かずに死ねるかコーナーでした。では次、はい、お待ちかねのゆっちゃまさんがですね、はい、長い書き込みをしてくれて、はい、さっき書き込めなかったのでもう一度になりますが、今日は僕のおすすめで、はい、シットハプニング、ショットハプニング、あ、シットじゃないですか、ね、シットハプニングすごいタイトルだね。地元栃木県発の4ピースエモ、はい、エモメロディックバンド最高数、おお、お茶間さん、栃木発ってことはこれは日本のバンドってことですよね。そうですね、お茶間さんの、お、栃木行ったことないんですよね。うそ、はい、ないですか。あんまり行ったことないんですけど。なるほど、でもそこのライブハウスシーンをにぎわせてるバンドさんなんですかね。きっとそうですね、ちょっと見てみたいですね、はい、そこもチェックしてみたいです。あとは、あ、パチパチパチ、ありがとうございます、僕のコーナーに、ということで、お父様のコーナー、続きましてですね、あ、ですね、ミスタービッグといえば To be with you は知ってます、はい、有名です。知ってますか。知らないです。あ、知らない、でも曲聴けばわかる。わかりますよ、ビルボード1位取りましたから。お、はい、じゃあ有名な曲ですね。有名な曲です、バンドとしても有名なんですよね、はいはい、ぜひこのジェフベックだけじゃなくてね、ミスタービッグもぜひ聴いてください、はい、はい、私も聴いてみよう、はい、ムックのギターの人は裸足でステージに立ってます。結構多いんじゃない。あ、じゃあ次から裸足にしますか。裸足の方がね確かに裸足多いですよ、コッコとかも。なんでですか、なんで裸足。やっぱりね、安心するんじゃないですか。あ、うん、そういうのあると思いますよ。靴じゃなくて裸足だとなんかこう自分地に足がついてるって感じがして。なるほどね、うん、でもそれ私は絶対無理です、ね、なんで。あの背が、ああバレるじゃん。いいじゃん別にその背高くなっちゃって。 いつもね、うん、こうブーツとかこう履いてるから、はい、いきなり脱いじゃうと、うん、こんな背ちっちゃかったっけみたいな。俺とすごい差ができちゃうよ、はい、なので私は素足はちょっとね NG ですね、はい、はい、そんな感じで、はい、では続きましてですね、はい、皆さんお楽しみ、あ、お待ちかねの、お待ちかねの、はい、シータタのコーナーでございます。はい、イエイ、シータタということですね。このコーナーですね、はい、皆さん、ご存知だと思いますけど、CD をですね5枚用意しまして、はい、そちらをですねゆいちろがコンコン叩きますんで、はい、何の CD を叩いたかっていうのを当てるクイズです。はい、ということでですね、今日は、いつも僕が CD を持ってきたんですけど、はい、今日はですね、レイチェルセレクションということで、私が、はい、CD を持ってきました。はい、今日はですね、どういう CD を持ってきたんですか、レイチェル。はい、今日はですね、5枚持ってきたんですが、はい、まず一つ目、じゃん、これは柴崎コウさんの CD です。お、これはですね、僕たちの、ね、ライブでもやりましたよね。はい、1曲目にキスしてが入ってます。はい。はい、それが、1枚目が柴崎コウ、はい、2枚目が。2枚目、じゃん、トミーフェブラリー。ヘブンリーです。あ、ヘブンリーの、はい、CD なんですが、これ知ってますか。私大好きなんですよ。俺もめっちゃくちゃ好きなんですよ、はい、2人してすごい好きなんですけど、はい、みんな知ってるかなっていう、ちょっとそう、これすごい共通点ですよね、はい、これ今までこんなに会ったことないんじゃないですか。ないかもしれないけど、これだけは本当に好きなんです、はい、めっちゃ好きなんですよ、はい、これ本当聞いてみてください。トミーヘブンリーです。はい、はい、あの実際先々週かな、うん、この人の曲やりましたよね、 Hey My Friend っていう。そうですね、コピーしました、いい曲なんで、はい、はい、でもう一枚が、もう一枚がじゃん、フランプール。フランプール、はい、これもう今ねすごいノリに乗ってる若手のバンドですね。はい、はい、私がこれ一番最初に買って、はい、あのライブが当たったんですよ。おー、でライブに行ったというね。全然知らなかったんですよね、その時は。その時はもう出てきたばっかりで、ばっかしですね、はい、でフランプールと、はい、そしてもう一枚が、そしてもう一枚がじゃん、
アブリル・ラビーン。アブリル・ラビーン、これはこの間発売されたばっかりの、はい、おー、はい、そうだそうなんだ。この間来日して、はいはいはい、テレビ、ね、埼玉でイベントも、あ、はいはいはい、ライブもやっててっていう感じで、大好きなアブリル・ラビーン。そして5枚目が最後がですね、はい、じゃん、ダンゴ三兄弟、はい、これこのセレクションでなぜここでこれが来たかというこれ知ってます？いやもう知ってますよ、めちゃくちゃ売れたじゃないですか。どうなんですか。しかも懐かしいあの8センチシングル。そうこれね、ちっちゃいやつね、はい、あの折り曲げられるんですよね、これカチッつって。そう懐かしいでしょこれ。俺けどこれ買ってはないんで、はい、見たのはこれ初めてですかね。本当ですか。これ多分買った人も多いんじゃないですか、大人もね子供も。はい、これすごい流行りましたね。流行りましたね。だってこれ24時間これ流れてましたから。流れてました。もう幼稚園児がこれ出た時はレイちゃん何歳？幼稚園です。え、幼稚園？幼稚園生の時に聞いてましたね。そうかそうか、はい、もうそんだけゆかりのある曲ってことで、はい、これママ買ってっつって買いました。買った。子供好きだよね今でもね。はい、でこの5枚をですね、はい、今日は やりたいと思いますんで、皆さん覚えましたか、はい、覚えましたか。ダンゴ三兄弟、はい、アブリル、はい、フランプール、はい、トミーヘブンリー、あ、トミーでいいですか。はい、トミーでいいです。柴崎子、はい、この5枚を今日は、叩いてもらいます、はい、そして、今日当たったらですね素晴らしい、はい、そうなんですよ今日もしなんでそんな興奮してるんですか。はい、今日はですねいつも写真、いつもね当たると写真をプレゼントしたんですけど、はい、今週なんとじゃんこちら。はい、私のね DVD イベントの時に貼ってあとポスターサイン入りでございます。サイン入りでございます。これをプレゼント、はい、します。これもう見て今ファンの人はびっくりしたじゃないですか。はい、もうこれは本当にこれ欲しいって人、欲しいって人、ブワ、はい、ーって書き込むじゃないですか。はい、ぜひぜひこれ参加してください。はい、これはね今日しかもうもらえない。おお、ダッキーさんがはいはい言ってますね。これがですね今日当たりますんで、はい、じゃあ早速シリサラキ行っちゃいますか。はい、さあじゃあ私がこう叩いた後にですね、はい、よいスタートと言ってから皆さん書き込んでください、はい、じゃあどうしようかな。はい、決まりました。はい、いきますよ。はい、お願いします。あ、いい甘い声なんだけど、甘い声なんだけど突然ロックになってかっこいい。あ、はいはいはい、わかりますわかります。なんか結構個性的ですよね。個性的だしね、世界観もねすごく好きですよね、うん、私も大好きです、うん、はい、あ、これ今チャットも、ソーシャルストリームも両方参加です。はい、あ、その後で分けますんで、はい、じゃあチャットもソーシャルストリームの方もいいですか、はい、聞きましたか、はい、それでは、先着3名様、はい、これ当たってても外れてても3名で切りますので、はい、早く書いた人から順番にいきます、はい、でこれで、レイチェルが用意スタートって言ったら書き込んでください、ね、書き込んでください、はい、じゃあ皆さん分かりましたか。はい、いいですね、はい、それでは用意スタートということで、はい、これは競争率がもう、ね、もう激しいんじゃないですかね、はい、今日はもうポスターですから皆さんもう今日しかね、元から手が出るほど欲しいんじゃないですか。そんなにですか。いやもう反応がすごい。パナキさんも欲しいですって言ってるし、皆さん欲しい欲しいって言いますし、はい、早速、醤油ラーメンさん、トミー、一番にトミーで、アッキーさん、柴崎子、あと一人ですよ。あと一人、あと一人の方書いたら締め切りです、はい、お、来ました、うっちゃまさん。お、これこっちも来ましたね。3人ぐらい同時に来ましたね、最後。4分前だからそうか、これあまだルールが分かってなかったのかな。そうですかね、4分前だから4分前だと、はい、これね用意スタートって言ってから書かなきゃいけないんです、はい、なので多分、一番最初に言ってくれたのが醤油ラーメンさんのトミーで、はいはい、2番目が柴崎、うん、アッキーさんの柴崎コーで、3番目がこれはうっちゃまさんのアブリルかな、はい、とりあえずその3人で締め切りますか。はい、はい、ということで、正解はあったんでしょうか。正解はこちら、ドゥーン、バン、じゃん、トミーでした。ということで醤油ラーメンさん正解です。はい、醤油ラーメンさんおめでとうございます。はい、醤油ラーメンさんお久しぶりだからわかるかな。はい、このですね、おとさま @genko-a.com まで、うん、あのまずあのそのニックネームを、入れてですね、メールを送ってください。ニックネームを入れてですね、そしたらこちらからすぐにですね折り返し、あるキーワードを、返信します。
でそれを受け取ったらそのキーワードをですねこのチャット上に書いてください、はい、そしたらプレゼントがもらえることになってますんで、はい、早速お願いします。このおとさま @jenko-a.com です。はい、ということで醤油ラーメンさんおめでとうございます。はい、おめでとうございます。ということで醤油ラーメンさんはこれで一回ちょっと、休憩というかお休みしてもらってですね、はい、残りのメンバーで、はい、やらせていただきます。はい、ということで、次はですね人数が多いのでツイッターをチャットで分けますので、ということで先にツイッターからやります。はい、じゃあツイッターの方、はい、参加してください。私が用意スタートって言ってから書き込みを始めてください、はい、ということで、残りさっきのトミーの省いた4枚でいきます。はい、はい、じゃあ柴崎コウ、アブリル・ラビーン、はい、フランプール、はい、団子三兄弟、この4組で、叩きますんで、はい、はい、ではチャットの皆さんよーく耳を澄ましてくださいね。はい、はい、では選びましたか。ひろきさん惜しかった。あ、惜しかった。惜しかった。じゃあ、行きますよ。次当てるぞって言ってますからね。はい。じゃあ、ツイッターの方だけで。ツイッターの方限定であります。はい。じゃあ、はい。来ましたか。うん。こちらもね、かっこいいね。何がかっこいいって、やっぱりね、歌だけじゃなくて、ライブでのね、パフォーマンス的な。パフォーマンス。ギターだけじゃなくて、ピアノも弾くね。ああ、ピアノ弾きますね。その姿もすごい様になってるし、うん、かっこいいですね。だけどすごいやっぱりね同年代の人たちのこう心をわしづかみするような詩もいい感じで、うんうんうん、なのに、まあ、バックはすごいロックでかっこいい。なるほど。今流れてる曲もなんかすごく懐かしい感じがします。僕はそうですか。はい、なんで懐かしいかは後で言いますけど。おー、なるほど、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、じゃあ行きますよ。じゃあツイッターの方だけで限定いきますんで、限定で、はい、では用意スタート。はい、皆さんツイッターの皆さん書き込んでくださいね。はい、3人までですよ。3人さっきもね、足立さんとかもね惜しかったですけど、はい、はい、そうですね。パナキさんもパナキさんとか、はい、初参加ということで皆さんどんどん書いてくださいね。ピロ吉さんとかね、はい、惜しかったんで。惜しかったですね。あとしんちゃんさんも、足立さん、しんちゃんさんも、はい、どんどん参加してください。はい、今日はですねレイチェルのポスターがもらえますんで。はい、そうです。サイン入りポスターをプレゼントするので、はい、皆さんどんどん挑戦してみてください。お、早速来ました。アダッチさんが、フランプール、フランプールだと思います。しんちゃんさんもフランプール、フランプール。あと1名です。あと1人。はい、あと1名ですよ。もうこれは当たってても外れてても先着3名です。はい、はい、あ、パナキさんが、パナキさんはなんだ、アブリル、アブリル、げんこつさんも来てますね。さっきこっちは来てないんですよね。じゃあ、最初は、しんちゃんさんのアブリ、最初フランプールかな、しんちゃんさんのフランプールで、足立さんのフランプール、しんちゃんさんのフランプールで、パナキさんのアブリル。それで大丈夫ですね。はい、はい、じゃあそこで締め切ります。締め切りです。はい、ということで正解は、ポン、じゃん、アブリルです。アブリルでした。ってことは田中さん、田中さんの初登場にして初正解。はい、おめでとうございます。アブリルで正解です。おめでとうございます。田中さん、こちらはですね、おとさま @jenko-a.com まで、パナキでもいいです。そのニックネームを入れて送ってください、メールを。はい、でこの番組中にお願いします。はい、はい、でそれで番組中にですねこちらからすぐに折り返し特定のキーワードを入れて、お返事しますので、それを受け取りましたらそのキーワードをチャット上に、書き込んでください。そしたら、プレゼントがもらえますので、はい、はい、お願いします。おとさま @jenko-a.com です。はい、こちらまでメールをお願いします。はい、しんちゃんさん惜しかったですね、フランプール。そしてげんこつさんもタッチのせいで惜しかった。そうですね、はい、もうパパッとやんないと、ね、そうなんです、大変ですね。このね、人が増えていくにつれて、そうなんですよ、競争率が激しいの。でも嬉しいことですね。嬉しいことでございます。ありがとうございます。ということで、チャットをやりましたので、続きまして、あ、ソーシャルストーリーもやったので次はチャットですね。チャット、はい、次はチャットの皆さん準備いいですか。はい、で今言った、また3枚ですか、4枚います。じゃあどうしようかな。醤油ラーメンさんがすいませんもう一度って言ってるので、多分、はい、こちらですか、うん、じゃあ、おとさま@jenko-a.com です。大丈夫です。はい、あ、来てますね。ということで、次はですねチャットの皆さんにやってまいります。はい、はい、でちょっと同じ条件にするんで4枚でいきましょうか。
あ、じゃあ4枚いきますか、はい、でさっきのに、ジェフベックをプラスします。はい、じゃあ1枚目がフランプール、はい、柴崎コウ、団子三兄弟、はい、ジェフベックで、はいはい、この4枚でいきますんで、はい、じゃあトライでください。お願いします。さっきもね、げんこつさんが iPhone の遅延が致命傷っていうそうなんですよ、これタイムラグがあるのでね、そこら辺がちょっとね惜しいところもあるんですけど、はい、はい、決めました。はい、でお願いします。はい、うん、爽やかですね、声が。はい、爽やかですね、声も爽やかだし曲も爽やか。そしてね、この音でね、うん、分かる気もしますね、これね、これは実際にギターが、2人でギター弾いてると思うんですけどね、うんうんうん、その甘いアルペジオのトーンがすごい綺麗です、はい、ボーカルじゃない方のギターの人も実は歌がうまいんですよ。そうなんですよね、うん、はい、そのコーラスワークもすごい今綺麗に聞こえましたね。そう、かっこよくね、かっこよく始まりました、はい、分かったかな。それでは分かりましたか、はい、ではチャットの皆さん、はい、いきますよ、よーいスタートということで、醤油ラーメンさんが早速キーワードを送ってくれました、ありがとうございます、はい、醤油ラーメンさんもうこれで確定なので、はい、ポスター当たりましたので、おめでとうございます。はい、パナックさんもね待ってますので、はい、はい、さっきもね、お父様アットマークジェンコ -a.com です、お願いします。お願いします。ということでね、はい、実際にまあね、その今たらいた人たちもね、まあコーラスもうまいし、うん、やっぱり顔もね綺麗だし、うんうん、なんかちょっと、あ、いっぱい来ましたよ早速、まず、げんこつさんがフラン、あ、うっちゃまさんが柴崎コウさん、でげんこつさんがフランプールですね、はい、フランプール、で、アッキーさんが団子3兄弟ということで締め切りです。早い、はい、早かった、もみんな待ち構えてたんですけどね、はい、ということで、この3名の中に当たりはあるのでしょうか。はい、じゃあ早速叩いた CD お願いします。正解はじゃん、フランプールでした。げんこつさん、おめでとうございます。げんこつさんですね、おめでとうございます。先ほど遅延が致命傷だと言ってましたけど、はい、はい、おめでとうございます、当たりましたね、当たりましたね、はい、げんこつさん、おめでとうございます。ということで、お父様アットマークジェンコ -a.com、はい、お願いします、お願いします、キーワードお願いします。じゃあ当たった皆さんには、はい、このポスターを、ポスターをこれは3名様までなんですかね。はい、3名様まで、はい、じゃあ今日当たった、げんこつさんとパナキさんと、醤油ラーメンさん、はい、この3名の皆様おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、このポスターをね、うん、早速ピョピョピョスターピョスター、はい、ポスターですね、はい、はい、を私のね飾っていただけたらなと思います。これレイチェルの家には飾ってるんですか。飾ってないです。あの恥ずかしくて飾れないです。飾れないですか。はい、これじゃあ実際イベントの時にやったポスターですかね。そうです、イベントで貼ってあったやつです。おお、はい、もう完全なる非売品。はい、完全に非売品。これは超レアですよ。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、うっちゃまさん外れた。惜しい。残念。うっちゃまさんはね、先週当たりましたけど、はい、今週惜しかった。でも来週もね、はい、このコーナーやりますんで。やるので。はい、授業中だけど。頑張ってくださいね。はい、皆さん参加してください。醤油ラーメンさん飾るのっていう。醤油ラーメンさん飾るでしょ、これはもう。飾ってください、もうぜひ、はいはい、よくね、あの好きな人のポスターとかね、昔はこうベッドの上に貼ったとか、あ、ありましたね、ありましたけど、貼ってましたか。いや、僕そういうのなかったんですよ。あ、カッコつけちゃっていやいや、カッコつけんのかな、それ確かに。ちょっとそういうミーハーなのは僕ダメでしたね。みんなね、そのダルクとかグレイとかポスター貼ってあったんですよ、はいはい、なんでやそれみたいな感じで。で、そういうところ、僕はアイドルみたいな感じ。逆にそれ気持ち悪くない。いや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 、当時モームスとか流行っててね、みんな貼ってましたけど、うんうん、僕はもう一切そういうのは、僕はちょっと違うんで。ああ、なるほどね。俺は音楽やってからみたいな。そう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 、ちょっと俺は違う。カッコつけちゃって。そうそう、カッコつけてこの27年間生きていました、僕は。なるほどね、はい、あ、ギターのポスターけどね、僕ギターのコード表のポスター貼ってありますよ。あのコードの一覧表みたいなの貼って、うん、トイレにも貼って。あ、トイレ貼るといいですよね。そう、よくね、勉強するときにトイレにもね、うん、暗記するために貼るって言いますけど、ります、その覚えました僕も、はいはいはい、ということで、まあ、今日来た皆さんね、はい、皆さんぜひベッドの上にでも貼ってください。貼ってください、はい、ということで、モームスのピョスター当たりって。あ、よかったね、グリコさん、ピョスターよかったね。モームスのポスター外して今度からはもうレイチェルに、はい、お願いします、はい、醤油ラーメンさん。ということでね、来週も、あ、パナキさんもね、キーワード来ました。はい、ありがとうございます、パナキさん。はい、ということでこのコーナー来週も、やりますので、はい、よろしくお願いします。ぜひ皆さん見てください。はい、シートカのコーナーでした。出ます。は
はい、ということで、そしてですね、続いては一曲入魂のコーナーございます。はい、ということで、はい、今日はですね、まあ、もうすぐバレンタインデーが近いということで、はい、今日は何の曲を、今日はバレンタインデー、バレンタインデーということで、皆さん分かりますよね、何でしょうか。初めてのチューです。はい皆さんちょっとね、バレンタインデー気質をね、今ちょっとね、はい、思ったんでしょう。ちょっとね、外してきたっていうところをね、はい、今日はね、そのバレンタインデー気質ではなく、初めてのチューをですね、今日ちょっとね、いつも違って立ってやろうかなっていう。そう、今日は、はい、あの、しんやさんかっこよく曲を作ってきてくれたので、僕がね、ちょっと、ちょっと普通と違ってアレンジをしてきたんで、はい、はい、ということでですね、早速今日はですね、今日2人で、それラーメンさん思ったって思った、やっぱりね、初めてのチューです。はい、ではですね、今日はこの初めてのチューをですね、はい、バンドっぽくしました。はい、キテレツ大百科の歌でしたけど、それは僕なりにちょっとバンドアンサンブルに変えたんで、ぜひ聴いてください。はい、ということで今日、お送りします、初めてのチューです。ということで、はい、今日はですね、初めてのチューを、はい、バンドっぽくアレンジしたんですけど、皆さんどうでしたか。はい、何でしたっけこれ、ね、皆さん反応もね、あの、番号教えてください。はい、もう一回、はい、
はい、ということですね。あ、できたできたできた、はい、皆さん、パチパチドンマイ来てますね。ドンマイ、すいません、本当に次頑張ります。はい、キテレツがかっこよくなってる。はい、キテレツ、 ありがとうございます。しんしんやさん最高って言ってくれてますよ。はい、かっこいい。あ、しんやさんかっこいいって。あ、すごい嬉しい。やっぱりね、こう早く弾くとかっこいいです。そうなんですね。早弾きちょっと頑張りましたけど、はい、かっこよかったですいやー、てか新鮮だね。いつもと違う感じで、いつもはね、ギターだけ、ギターとボーカルだけだったんですけど、うん、今日と違うことしてみようってことで、うんうん、あのバンドアンサンブルっぽくしてみたんですけど、うん、ちょっとね、皆さんのリクエストもありました。どんどんお待ちしてますんで、はい、こんな感じでちょっと僕がこれからはね、ちょっとバンドアンサンブルちょっとアレンジしていこうかなと思って、うん、こういう感じでちょっと曲を流しながらこれからちょっとやっていこうかなと思ってますんで、はい、はい、ぜひ来週も楽しみにしてください。はい、来週は頑張ります頑張ってねはい、頑張ります。はい、はい、ということでね、はい、もう番組のね、そろそろ終了が近づいてきましたけど、はい、はい、最後に番宣のコーナーです。番宣の方をね、行きたいと思います。はい、まずはですね、こっちかな、はい、2学期ゲスト出演ピグワンアイドル恋愛予備校リピートが放送されますね。はい、はい、スカパーで見れるのでぜひぜひ、2月11日日の19時からと13日の8時から、はい、17日の14時から、20日の5時から、24日の14時から、27日の5時から、まあ、いっぱいあるのでね、うん、どれか絶対見れると思うので、はい、皆さん見てください。そしてオールナイトニッポンオーディション、これは深夜さんと一緒に、はい、出ましたね。はい、今頑張っております、はい、頑張っております。なのでぜひぜひオールナイトニッポンオーディション広瀬玲奈で検索して応援をよろしくお願いします。はい、評価とかね、できるので、はい、評価皆さんいっぱいしてください。応援コメントも待ってますんで、はい、はい、あとですね、じゃん、はい、モンド TV が、3月30日23時30分から放送されます。女神降臨という番組で、うんうん、放送されるんですが、これはバリ島で撮ってきたやつです。で、詳細はガンバレイチョルを見てください。あと深夜さんのね、ブログも書いてるので、はい、最近ね、僕いっぱい書くようにしてまして、はい、皆さんからあったかいコメントもあのペタもね、いただきました。ありがとうございます、はい、僕もね、ちょくちょく書いてますんで、よかったら見てください。お願いします。はい、見てください。はい、あ、まだあるんですね。あ、そして重大発表が、じゃん、3月10日土曜日夕方からお父様ランチ公開生放送決定です。はい、おすごいですね。はい、詳細は来週番組中発表になります。おお、なるほど。ということで、これは皆さん見るしかない、見るしかないですね。来るしかないですね。来るしかないですね。はい、すごい、3月10日です。おお、皆さん開けといてね、この日開けといてね、土曜日ですか。はい、大丈夫、あっとね、レイチェル大丈夫で落ち込まないで。分かった、ありがとう、うん、本当あったかいですね。ピグワン見ましたよ、はい、うっちゃまさんありがとうございます。ダウンロードしてますよって、はい、シューラーメさんも応援してくれてますね。じゃあ皆さん、今日見てる人は3月10日おつさまランチ公開生放送ぜひお願いします。はい、ぜひお願いします、はい、楽しみですね、公開生放送も、はい、あのね、パッと見て、僕今これ今初めて知りました。私も今知りましたそれそんな重大発表の仕方ありみたいな。はい、私ここもね、重大発表ですね、はい、そうですね、ちょっと僕もえって私もびっくりドッキリです。びっくりドッキリですよ。はい、ということで、じゃあもう何やるかちょっと考えないといけないですね、今から。そうですね、3月10日ですよ。何やりますか、ちょっと何やりましょう。深夜さんの、どうしよう、これもう3月10日で僕のお父さんの誕生日なんですけど知らないよじゃ何か僕父に当てて何かやろうかなっていう。あ、いいですね、お父さん誕生日なんで見てろよっつってお父さん呼んじゃいます、ね、呼んじゃいますか。はい、多分、まあ、喜んでくれると思いますけど、うん、何やりましょうかね。本当何やろう。でもあれですよね、うん、きっと公開生放送ってことはここじゃなくて、そうなんです、場所もね、多分おいおい、うん、いや、あの言うと思いますけど、うんうん、はい、皆さんね、行きますよ、絶対行きますよってうっちゃまさんが言ってくれてますね。ぜひ来てください。もうかっこいいギターいっぱい聴かせますから。はい、曲もね、ゲンゴさんもおーって。そうですね、足立さんもやったって喜んでくれました、うん、あの前回結構経ったかな、もう経ってますよね、12月ですね、うん、あれもう2ヶ月弱立ってますから、うんうん、3ヶ月ぶりってことで、うん、ぜひ皆さんもね、あのお久しぶりってことでぜひ頑張りますので、はい、深夜さんと全然会ってないんじゃないですか。そうですよ、僕どんどんそれまでに曲貯めてね、はい、かっこいいギターもその日金太郎くんも持ってきますので、金太郎くんもぜひ見てください本当に、はい、はい、ということで今日はですね、1時間
あっという間でしたけど、あっという間ですね、最後にいつものあれでお願いします。はい、じゃあ最後は皆さん、金曜じゃないね、木曜、はい、木曜12時からはっていうので、みんなでお父様ランチ、はい、締めてください、はい、それでは行きますよ、1時間ありがとうございました、はい、した木曜12時からはお父様ランチ、来週見てね、はい、ありがとうございました。